で、ここからなんですけども、熊焼酎ファンの皆様、お待たせしました。なんだよ、もう文蔵飲んでるじゃねえかって思われるかもしれないですけども、今日なぜ文蔵かなんですけども、これなんですよ。これ知ってますか？文蔵って書いてある、まあとっくりなんですけども、全然他のと違うのがですね、ここ穴開いてるんですよ。これ、あの面があって、ここからね穴が開いてるんですよ。ほら、何のために穴開いてるんですかね。誰か知ってる人いますかね。わからないんですよ、僕も。で、珍しいのあるなと思って買ったんですけども、まあ、文蔵とっくりって言われるなんか特殊なもので、もうね、あるところにしか在庫がないみたいですね。もう文蔵にもないみたいです、このとっくりは。はい、もう生産をしてないということで、まあ、どういう使い方するのかなと思ってですね、今日ね、僕ね、カンザロックっていう飲み方があるんですよ、熊焼酎に。カンザロック、まあ、焼酎をこの中に入れて、そして、温めて、50度ぐらいに、60度ぐらいまでかな、温めて、そして氷の中に注ぐと。そうすると、その中がですね、こっちのお湯と水、氷になって、そして氷が溶けて、ちょっと水張りっぽくなって、そしてこっちで温まってる分、香りが引き立つというのがね、あるらしいんですよ。前回のリベンジ、行かせてください。ああ、うまっ。